どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。ヒットマン2エルシブターゲットということで、今回のターゲット、じゃあブリーフィング見ていきましょう。不死身。 Good morning 47. Your target is Mark Faber, also known as the Undying.A disgraced former MI5 operative currently working as a freelance assassin, Faber has been confirmed killed by ICA agents more than a dozen times. On every occasion, he has managed to come back from the dead. We have confirmation that Faber has a meeting in the Miami Bayside Center to review details on a new target. An informant at the site has provided us with reliable intel on Faber's expected movement around the center.This information has revealed several viable approaches. As you know, our inside man is meeting with the target. Acquire the right disguise, and he'll get you inside the heart of the building. Up close and personal is risky, but favors the clean kill. Alternatively, smuggle in a sniper rifle via briefcase. The race tower is a perfect vantage point, but access is restricted. Race security is high. Get through the locked door,and time your shot perfectly. Or, infiltrate through the staff entrance at the back of the building. Access the second floor using the elevator shaft. Move unseen inside the weapons demo room, and infiltrate as you see fit. Act once an opportunity presents itself, or rig the room to your advantage, and leave unseen. Be mindful, however. The repercussions of being exposed here would be severe.I'm confident even more opportunities will reveal themselves once you arrive on site. 47. To be entirely honest, this one's a bit of an embarrassment. Please, make sure he doesn't come back again. Good luck. はい。ね、このブリーフィングのところ上に時計マークというかタイムウォッチみたいなので13日と書いてあるんですけど、このね、エルーシブターゲットはなんと1回しか挑戦できません。なので失敗するともうこう挑戦することはできないんですね。ショーン・ビーンを倒すことはできないと。で2018年11月21日水曜日から、14日間ということで1回のみしかチャレンジできないというのがこの、エルーシブターゲットで、なんとショーン・ビーン、あれどこかで見たことあるなっていう方多いと思うんですけど、俳優さんでね、まあもうそれは見たことあるはず。有名なところだとロード・オブ・ザ・リング、リベリオン、サイレント・ヒル、浪人といろいろと出ておりますから、私も大好きな俳優さんです。ただこのショーン・ビーンさんね、大体出る映画大体やられちゃう役なんですね。だからこの不死身ってついてるのはいろんな映画に出てるけど、やられちゃうけど、まあ違う、また新しい映画に出てくるから不死身的なこうちょっとニュアンスもあるんじゃないかなと思います。さあプランニングしていきましょう。1回しか挑戦できないので、でもちろんなんかオンラインに繋がってないと挑戦できないですね。だからね、オンラインに繋がってる状態で失敗するともう二度と参加できなくなってしまうという感じなので、マイアミステージちょっと練習してきました。はい。で3つぐらい、あと他にもいろんなね、ショーン・ビーンさんターゲット狙う方法もある、マーク・ファーバーあるんだけど、今回じゃあ2回目ぐらいに、紹介されてたね、スナイパーでキルを狙っていこうかなと思います。で正面からね行きたいんですけど、開始地点はイルカの噴水だけか。ボディチェックを受けてしまうから、ボディチェックを受けずにハンドガン持ってってもしょうがない、ワイヤーもしょうがない。でスーツケースを持っていく、どっちにしようかな、エグゼクティブの方にしよう。でこの中にスナイパーライフルを持っていく。で、コインじゃなくてロックピック。アイテムの持ち込みで、スタンドトイレかな。そうね、スタンドトイレ。どこから、あ、スタンドトイレだな。スタンドトイレに、コイン。コイン大事だからね。じゃあ、せっかくなんで、47愛用スーツ着ていくぜ。よし、装備は整った。あとはうまくいけるか。
多分配置がね難しいと思うんだよね。めっちゃ警備の人いるだろうから。さあまさかのねショーン・ビーンを暗殺するっていう。面白いのがこの一番下のところにあのショーン・ビーンがまあ挑戦状みたいな、俺いるからああもうやれるのはやってこいよみたいな感じで言われたから、今だったらマイアミに来るといい、イノベーションレース、うん、開催中だ、きっと盛り上がるぞって言ってきたから、上層部のあの堪忍袋の音が切れちゃったみたいで今回は彼らも正真正銘最高峰のエージェントを送り込んでくるはず。ファーバーは言うこともなく言うまでもなく永遠に葬ることができる人物がいるとすれば、それはあなたよ47ってね、もうダイアナさんも言ってるっていう。あー緊張するな、失敗したら終わりってなんなんて感じだもんね。こう本当の、ね、ミッションって感じですけど、暗殺ミッションでは行きたいと思います。エルーシブターゲット、はい、次のルール、エルーシブターゲットは定められた一定期間のみ出現、もしミッション中に死亡した場合再挑戦することはできない。またターゲットの暗殺を達成して脱出に成功しても再挑戦ってなんだ、再挑戦することはできない。つまりチャンスは一度だけ、慎重に計画しましょう。またエルーシブターゲットプレイ中はセーブすることもできません。はい、じゃあ行きます。 Good afternoon 47. Your target is already inside the Miami Bayside Center. Faber has a full day of meetings planned and we do not want to risk losing him. Take your time with this one. Okay. Dave Reddy, our informant, is waiting for you in the reception area.If you like, he can lead you to a meeting where Faber will be in attendance. What you do from then on is up to you. 大丈夫。Be mindful though. He will not wait around for long. そう、情報提供者がいるんですけど、私は大丈夫。ここから行くのさ。で、ロックピックで鍵を開けて、バレないように、ここから不法侵入になっちまうぜ。バレいないな。で、鉄パイプとかあるからもらっといて、はーし、で上に一人だけ入るね、バレないように。やっべ、違うやつに警戒された。あ、でもちょうどいいな、君を倒せるとすごい。ちょっとまあまあまあ、ちょうど見られた、危うく見つかるとこだったぜ。帰りなさい、もう帰ってった。服を借りたいんですよね。おっ、痛いよね。よし、演奏。さあこれで一応バレなくはなったけど、まずはね目的の場所まで行くことが大事だから。どんな感じよ、警備は。いけるな。今だけ。よし。ドア開ける。スマート。実にスマート。じゃあ、行きまーす。ワン、ツー、よし。オッケー。レースコーディネーターの皆さん、お休みの時間ですよ。で、服を着替えて。いいんじゃないの？カレーじゃない？今のところ
ターゲットどんな感じで移動してる？あれどこにいる？やつめどこ行った？ショーンさんよ、このヒットマンの世界でもやられていただかないと。あれどこだ？結構移動ってなんで移動してるらしいんだよね。え？赤く表示されないやつもしかして。分かった、まあ、とりあえずここはゲットできたから。一回接触した方が良さそうだな。スナイパースコープで覗いてみよう一回。武器を展開。大丈夫かな、バレないかな。どっか通る？あそこが怪しいな、開いてるもんな。あれただの警備員だろ。また警備員だな。警備員じゃないな、研究員か。戻ってった。一回ちょっとターゲットを確認した方がいいかもしれない。待ってくれないわよっつってたから。もう情報提供者いないでしょ。一回戻ろう。一回戻るっていうか、なんかうまいこと。スナイパーポジションはゲットすることできたから。ちょっと邪魔だな、あいつがな。あんなところでバコってやったら怒られちゃうから。ここいらで鉄パイプを、おい、なんだっつってこっち来てくれるはずだから。隠しておいて、女性もごめんね。よし、眠らせてるだけだから。死体じゃないから。ドライバーとドック、よーし、閉まっちゃおうね。
基本的に俺スーツがあればなんとかなるんじゃねえかってな。ターゲットどれだ？ガートだな。あ、いた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 。I specifically requested an explosive pen capable of vaporizing the upper part of a man's torso. 多分あれだ。だからちょっと言い過ぎでしょ。何かカードキー借りるぜ。あ、移動したな。ちょっと行動パターンをチェックしようか。一応この窓から狙えるっちゃ狙える。いやー、え、いや違うか。あれ、ターゲット灰色の。ちょちょちょ、I suppose I'll have to try to figure out how to use this thing now. I suppose I'll have to try to figure out how to use this thing now. 移動して奥行っちゃ、後ろくっついてっちゃダメ。俺も入っていいよね。大丈夫だ。あ、横で一緒に見ることができる。あ、すごい近くで。おお、すげえ、ショーンがいる。問題はどうするかだな。武器めっちゃあるじゃん。好きなの使っていいのかな。いいね、静かだね。ただ問題は。気絶させても。World Class 2. Yeah, Mr. Knox has designed this to make us all jobless in 20 years. Yeah, I saw his talk on artificial intelligence. 写真をスキャンさせたいけど、周りのガードをやっぱ少なくさせるのが大事かな。あ、でもここだったらしまえそうだね、しまえるね。さあ。あれ、どっか行った？完全にさ、これ緑色の弾だったらザロックだよね。抜いて、弾一つ取って、相手の口の中にいてパーンってね。また一人が中に戻ったときに気絶させようかな。あー、せっかくスナイパーで来たのに、スナイパーポジションになかなか移動してくれないね。よし、じゃあこの人をサイレントアタックしようかな。ごめんなさいね。着替えなくて良さそうだな。さあ次、もう一人の観覚者をドライバー持ってるから持ってここら辺にポイって投げると聞こえねえか。開けた方がいいな。ここら辺にポイって投げると、なんだっつって、あれ、どっか行っちゃったもん。ほい、ちょっと疲れてんだよ。ゆっくり休みな。うい、友達と一緒にね。キャビネットの鍵もゲットしたぞ。あれ、どっか行ったね。どこ行ったの。
向こう側の部屋か。開けたい、あ、開けてくれる？Please get out of my face. あ、やべ、監視カメラに映っちゃったね。やば、そこにちょっと。ドア閉めて、時間が足りるかかな、気絶させて、あ、いいね、確かその右の方に。I need to find some time to work on that flashbang robot. おっ、博士になったらどうなる？いいよ。鍵持ってから開けて、あ、持ってんだけどな、まあいいや。爆弾はちょっと、上は火薬か。ターゲットどこにいんだ？Well, I sent the ICA an invite. 正面にいたぞ。さっきまでお話ししてたのに忘れた顔。We've all heard the stories. That's all they've ever been. I hope he's real. I hope he shows. I should very much like to meet him.すぐそこにいるぞ。おお、ああ、今来てくれんのかよ。完全にここだったの。もう楽にね。やばーい。On your knees now, right? Huh? That's what you get when you play with a big dog, man. That's what you get. All right? Now one move and you're dead. Okay? Crazy son of a bitch taking him on hand to hand. やばい、さえ見つかっちまった。やつめ、どこ行った？どこへ逃げた？ドア閉め忘れてたな。どっから逃げるかだよね。
どっから逃げてっかな。あれ、ターゲット気絶させてる？いや、そういうわけではないな。あ、いた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 。必殺のブリーフケース。よし。OK。タケ大丈そこから出るのがいいな。いやー、ターゲット失敗になるのが一番困るからね。上から、あ、出す。できる？あ、ヘリで脱出できるな。どこから？あ、すごい、上にジムがあったんだ。もうブリーフケースいらねえな。冗談だよ。もうしょうがないやつだね。あれ、どっか行った？よし、開けよう。しゃあ、さよならだぜ。そーっと帰ったね、そーっと。静かにね。あースナイパーで倒したかった。いやー、でも難しいわ。赤く表示されないんだな、ターゲットが。一応レベルが上がりそう。上がったね。これで暗殺できるとどうなるんだ？もう俺、あれじゃない、すべてブリーフケース持ってけいいんじゃないかな。ついに、ついにショーン・ビーンが排除完了になった。なんか見れんのかな。 Good morning, 47. Your target is Mark Faber. あ、これは同じだね。 OK! ということでまだまだヒットマンとしてはエージェント47に及ばないですけど、私は一応、ショーン・ビーンはターゲット排除成功ということで、次回またね、ストーリーとかあと違うものもやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。ほんじゃまたな。